ということで、はい、ということで電車部隊は川旅温泉駅にやってまいりました。ローカル線ですね、はい、JR 東日本、さあ川に渡るで川旅。おはようございます。おはようございま す, います。始まりました、はい、3人旅です。はい、3人旅です。今日はですね、はい、途中でカメラを交代しながら行きますよ。あ、行きましょう。終わりました。もうカメラぐにゃぐにゃだけど、ね、まあはい、今回は、ね、電車部隊と車部隊に分かれまし て, はい、僕らは電車でローカルで古川まで向かおうと、はい、向かいます。はい、じゃあ早速、あと5分ほどなんで切符を配っちゃいますね。今日無人駅聞いてますので、はい、パスモとかは使えませんけど、意外とね帰る時はこうパスモで乗っちゃってね、乗っちゃってるけど、古川580円。はい、これ結構、結構ですね、580円っていう距離ある、結構距離ある。子供じゃない、子供じゃない子供買ったの、子供じゃない。あ、なんか懐かしいですね、切符って最近使ってないから。お取りください。あ、そっか、渡りさんに、あ、僕の買ってもらっていいですか。はい、はい、1枚ずつしか買えない。あ、上だ、今一緒に買えない。子供の方は子供ボタンを押してください。子供の方は子供ボタンを押してください。子供じゃないです。どちらに電車行く、子供の方は子供ボタンを押してください。あ、嘘。あれですよね、言ってみて全然ダメ。電車来る方向を間違えると乗れないですよね。線路をまたがなきゃいけない。あれ、どっち、どっちだったっけ？こっちかな。でもこう車がこう来たから、うん、多分ね。お取りと切符をお取りください。右側に行きますよ。こっち側が右側に行くよ。